ルイビル・グレーズ・ルイビル・グレーズは、1876年から1877年まで、ケンタッキー州、ルイビルを本拠地とし、メジャーリーグのナショナルリーグに所属していたプロ野球チーム。球団は1876年のナショナルリーグ創設に合わせて結成され、ナショナルリーグに参加した。前年まで、シカゴ・ホワイト・ストッキングスに所属していた、ジム・デブリンが、投打の中心だった。 デブリンは1876年にナショナルリーグの最多脱三振投手となった。1877年シーズンもグレイズは序盤好調で8月にはリーグ首位にいたがそこから原因不明の7連敗を喫する。最終的にはボストンレッドストッキングスに首位を明け渡しチームは2位に終わった。チームのオーナーだったチャールズ・チェイスは8月に2通の 匿名の電報を受け取る。それは、トバク氏が8月21日のハートフォードとの対戦で、800兆を仕掛けていることを告げる電報だったそうで、ある。実際この試合で、ルイビルは不可解なエラーから敗戦する。当時のナショナルリーグ会長だったウィリアム・ハルバートは、真相の調査に乗り出し、結果ジム・デブリン、ジョージ・ホール、アル・ニコルズと、調査に協力しなかった。 内野手のビルクレーバーの4名に対し永久追放処分が下された。チームの主軸を失ったグレーズはわずか2年で解散となった。ありがとうございます。